どうも影山です今日はですね「商売は波がある」ということについてお話ししたいと思います。えー、僕はね、えー、お店を個人でね一人でこうやってるまあもちろん家族は協力していただいてるんですけども基本的に僕がお客さん,客さんに接客して売り上げを上げているという、まあ、言うたらまあ9割9分は自分の えやってるることでこう売上が上がで売り上上げががんすけどもまあ家族のサポートがなければまあまあできないことであって家族の協力っていうのはすごくえ感謝しないといけないというか感謝する,してしすることになってするこというて感謝す,するべきことであって感謝してますというところなんですけどもえーそのねこう商売をねこう一人でやっててちょっとね こう集客的にはそのあまりしやすいこう環境ではないんですけどもその中でこう集客をしていくところでですねその売り上げがこう上がったり下がったりするもちろんあるんですけどもその中でこう今年ね入ってからこうちょっとずつこう伸びるというかまあ えー、コロナ禍、えー、コロナがこう発生してですね、えー、4月4月の売り上げは下がったんですね。で4月の売り上げが下がってやっぱりそのこの状況でお客さんがね こう来ていただける売り上げは下がったんですけどもこの状況下でもこう通ってくれる人がいるということにすごくこうありがたさというかそういうものを僕は感じました。で、えー、やっぱりそ,のそういう目の前にせっかく来てくれた人に対してすごくこう、ね、喜んでもらうためにこう僕はもっともっとこう集中してやらなあかんなあということをこう決心しました。でそこかかららでですね、えー、5月ですねね5 5月月う 5月はちょっっっとやっぱ戻ったんで,す、ね、であっ5月戻ったなと5月の中盤まであかんくてやっぱ厳しいなと思ったら後半から急に伸びてきてですねでまあまあ、えー、厳しい状況ではありますけども売り上げが戻った状態になってで6月7月と売り上げがちょっと伸びていったんですね6月7月と順調に伸びてるなと思ってて8月8月がこうまあ 思った以上に伸びたんです、ね、でで8月で伸びてこれやったら9月かなりいくんかなと思ったら9月でまた、えー、下がったんですねうん6月ぐらいに下がったんかな6月ぐらいに下がってこれで10月今10月なんですけど10月はまた、えー、8月まではいかないですけども、えー、7月よりも多くなって。 えー、8月に追いつきたいけど追いつけないかなっていうようなこう状況もちろんねこういろんなお店ある中で言うと僕の売り上げ僕の店の売り上げっていうのは、えー、大したことないんですけども、えー、僕の中でのね伸びとしてはこういい感じかなとでもうちょっとこう右肩上がりで順調に伸びていくかなと思ったらそうではなくて、ね、順調に伸びていきながら急にちょっと伸びてまた下が でまたちょっと戻してというようなこのこう商売にこう波があるんですけどもこの波をねえなるべくこう高い位置でこうえ起こしたいなと。だからえー今年のねこう言ったらまあ まあまあいいぐらいのところが一番悪い状況にしていくというか来年はもう悪いなって言ってるのの今年の一番いいぐらいの時の売り上げを上げるみたいな感じのこう売り上げのこう伸ばし方をこうしたいなというふうに考えてます。まああののーうん、今年はだかから商売の面白さもいいろろ実感できたりとか その伸びていく形っていうのもこう実感できたりしてるんですけどもなかなかねそのやっぱりそのすーっと素直にに順調いいくっていうことでではないんですよねただそのお客さんに一人気に入っていただけるとですね、えー、それがすごく爆発的な威力を生む売り上げに対してね僕みたいな個人店であるとそういうお客様に こう来ていただけるると、えー、売上が安定すすすそそうです、ね、そういうでねい形にはなってますだから、えー、10月に関してはそのむちゃくちゃ伸びたあの戻ったとか伸びたっていうのはないんですけどもまあまあ安定した状態でこう来ていただけてるかなというところですね。で8月の売り上げは良かったんですけども、えー、ご新規さんのなんか。 ご来店が多かっったんでちょっとこう、えー、売り上げが上がったんですけどもリピーターさんの数でいうと、えー、8月と10月は、えー、変わらないもしくはこのあとどうなるか分かんないですけど10月の方がリピーターさんの量は増えてるかなと。で僕がこう注目してるのはリピーターさんの数ですよね。 方がこが増えてててくくくると、とお店の売上としては良くなっていくんですよね。もちろんご新規さんをこう集めていかないといけないのはまあ当たり前のことなんですけどもご新規さんが来られるっていうのはちょっとこう自分では全くわからないですけどもリピーターさんっていうのは一回来ていただいてるんで自分のお店の良さっていうのは分かっていただいてるんでその人らが増えることがほんまにその。 自分のやることやるるここととべきご新規さんの、えー、集め方にこう集中させるよりも僕はリピーターさんを作ることだから、えー、来ていただいたお客さんを満足させる、えー、クオリティですねそれをこう上げていくっていうことをこうしていかないといけないそれをすることが、えー、商売の波を高い位置に持っていける状態になるんじゃないかなと思ってるんで、えー、そこに関してはね えー、無理しない程度にお金はかける、えーまあ、ほ,ぼほ,ぼほとんどお金をかけない状態でしたいんですけどもやっぱりかけるべきところはかけるほんで、えー、技術的に上げるところは上げないといけないしでお客さんのリクエストの、えー、施術のコースも作らないといけないですけどもそのお客さんをだから待たしてるようなこう形になってるところもあるんでね えー、その施術新し,い新しいというかプラスアルファの、ねえー、コースに関しては、えー、作りたい作っていかなあかんなと思っててただねそのプラスアルファ、えー、売り上げとしてちょっと上がる形になるんですけどもそれもね、えー、やっぱり、まあ、お値段以上の状態その、うん、プラス500円とかのコースになってくるんですけどもそれに関してはですねやっぱこれでも1000円は別に。 私払うよ俺払うよっていうぐらいに思ってもらえる別に口に出して言ってもらわんでもいいんですけども思ってもらってこれだと1,000円払っても別に受けたいなって思ってもらえる内容を作り上げてお客さんに提供したいという気持ちがあるんでまああんまりそればっかりにこだわってですね前へ進めないのもいけないとは思ってますけどもそこへ持っていきたいなというふうに思ってるんでちょっと慎重になってます。僕としてはこう やっぱりそういう部分というのはこう、えー、信用信頼関係が、えー、に関わってくるんでですねその商品の効率リテというのはねだからそこはこうちょっと慎重にこう作り上げていこうかなというふうに考えております。ということで今日はですね、えー、売り上げは波があるとまあ当たり前のことなんですけど波があるのをこう えー、今年は実感していると。ずっと順調に右肩上がりにいくかなと思ったら、えー、ガクンと下がると。で、またちょっと戻るとかね、こういうのがこう、経験させていただいて、まあ、いい経験させてもてますわ、ということです。ということで、今日は、えー、商売は波があるということについてお話しさせていただきました。では、今日もよっしゃでいきましょう。どうも、ありがとうございます。